はい、ではお願いします。今回発表の機会をいただきましてありがとうございます。鎌倉から参りました若井と申します。今、史跡研究会、北鎌倉緑のドームを守る会にも入っておりますけれども、本職は工業製品の色の管理をすることなりわいとしております。もともと自動車メーカーに勤めておりまして、色がどのくらい違うと人がおかしいっていうんだろうというのがもともとの、テーマというか、そういう仕事をしております。でその観点でですね、日本色彩学会とあと視覚学会にも入っておりまして、で、そちらの方で一部研究の発表をしたりとかもしております。で、一番興味があるのは生理学のところでですね、人間がどういう刺激を与えるとどう感じるんだろうみたいなところがテーマです。でなぜこれに深入りをしてしまったかというとですね、身近に住んでおりまして、毎日ここを通って通勤をしていたという経緯があります。でなぜここはよく感じる、綺麗だな、いいなと感じるんだろうというのが、非常に自分としては興味があったところです。でここがですね、壊されるという話を聞きまして、運動に加わった次第でございます。今日の進める内容について出させていきます。この手彫りの洞門の成り立ちから今メディアにも紹介されているところ、あるいは洞門のある暮らしの風景の紹介、あるいは史跡としてのその評価です。であと市が提示しているその危険性とか改作破壊への誘導で、我々が今取っている対抗策で、今現状のお話というような流れでお話をさせていただきます。でなぜこの洞門ができたのかなんですが、これは昔のまだ鉄道が通っていなかった頃の地図なんですけども、ここに市脈があります。で昔はこれは掘られていなかったと、100年前はありませんでした。すみません、パワーポイントがスライドが、はい、出ました。鉄道がここに開通されまして、鉄道で仕切られてしまったので、不便、通行に不便な住民の方が自らの手で掘ったというトンネルです。で、これは先日2週間ぐらい前に放送された NHK の番組なんですけども、こういう庭は面白いなと、この岩の景色ですねが面白いなという話をしております。で地層をめでる庭っていうのはなかなかないと、で、凝灰岩という構成を庭でできております。で反対運動をしている中でですね、メディアもいろいろ出てきまして、TBS テレビでも取り上げられたりとか、あるいは、ですね、神奈川新聞にもコラムが紹介されておりまして、こちらの良さですね、佇まい、どういうふうな紹介をしているかというと、竹や樹木や生い茂る佇まいや素彫りの跡は確かに風情があるというふうに書いてくださっております。実際この言葉の表現がうまくできて、魅力を感じる理由がうまくメディアの方にも表現してもらったのかなと思っております。でこれは下校中の、あるいはこの近所の子どもたちが触っている姿がうまく撮れた写真なんですけれども、車も一応ギリギリ通れるんですけれども、自転車で通ったりだとか、あるいは歩いて通ってこの岩にこう触れながら、雰囲気を感じながら通るのが非常に風情があるというふうに私も思っておりますし、いろんな人の意見を聞くと、そうだろうと、この岩に直接、この地層のある岩に触れるというのが、この最大の魅力なのかなというふうに感じております。で、ここは史跡でもありまして、最初の出発点は史跡として保存したいという流れでした。
でこれはあの重要文化財の円覚寺の巨大絵図なんですけども、先ほどのトンネルはここの表示になります。でこの円覚寺の中にですね、あの横須賀線が通ってしまいまして、まあ、一部が破壊されてトンネルができたということなんですけども、この眼帯自体が貴重なものには変わりはなくてですね、日本工学協会さんの方では、まあ、これ以上破壊をしないようにという要望を出しているということでございます。で市はこういう貴重なものだというので、みんな反対するというのは知っていて、破壊をしたいというふうに思っているみたいでですね、今度は危険だから壊すという理由でですね、出してきました。これは市の出してきた崩壊モードなんですけども、このように力が集中するだとか崩壊するだとか、横須賀線まで流れると、この壁が薄いので壊れるというようなことを言ってきまして、でこのような改作をして4メーター道路を通そうという、これが安全対策だと、という誘導をしてきております。で私たちがこれは嫌だというふうに思ったのは、こうやって改作して固めてしまうと、先ほど紹介した素彫りの岩肌をですねくぐり抜ける楽しみというのが失われるということで、なんとか岩の状態を残しながら保存をしていきたいというのを訴えようとしております。で市の方では景観に配慮したということをですね、まあ、ここであまり言いたくないんですけども、まあ、恒久対策案の完成日時で、先ほど のコンクリートじゃなくて、まあ、ツタなどで覆って緑にすればいいだろうということを提示してきました。で、これで安全と景観が両立できるというふうに今は提案して、こういう配慮を、まあ、岩のことはまあ考えないでですね、フォトアス図を作って施工したいというふうに言っております。で、まあ、協議 進め方な、住民へ この抵抗の抑え方というか、住民への説明の仕方についてもですけども、町内会長さんだとか、その学校通学に使う学校関係者、あるいは周りの寺の関係者だけをまあ、メンバーとして入れてですね、反対派住民をこう排除するような形で構成された協議会を作りましてですね、でそこで説明して改作をしようというふうに誘導しております。で、まあ、これの回避運営の仕方には我々は非常に問題があると思っておりまして、まあ、傍聴者4人までで、発言は不許可で、破壊をする、まあ、助長するような、まあ、この協議会会長さん自体がトンネルの横に住んでいて、車を出し入れするに不便だから壊したいという話が漏れ聞いていて、かなり私物化をしているところが問題だなというふうに、まあ、我々も思っております。これは実際に参加された方のこう議事録なんですけども、不愉快だというような話をとにかく聞いております。で、もう一人市の職員の方でこのトンネルの破壊に思い入れのある方がいらっしゃるみたいでですね、25年前に私が担当するしていた時に施工するところまで行ったと。しかし町内会長の一人が小道を守る会の会長で反対されたため施工できなかったということが堂々とおっしゃってます。で、まあ、施工を反対する意見をですね、なるべく押さえつけるということで、まあ、これ文化財専門審議委員会でその元次長さんがおっしゃって演説ぶっていた一部なんですけども、まあ、その方がおっしゃるには、ホームはもちろん線路起動時期にも線路しなければ脱線の危険性もあると、50センチないと、そういうことをおっしゃって、危険だから危ないから絶対壊さなきゃダメだというふうに強調されておりました。でところが監査するとおかしいというか、実際のこれ図はこういう図を引っ張ってまして、こんなに柱が細くて50センチしかないから危ないっていうふうに向こうは言っていたんですけども、実際にじゃあどうなのっていうのを調べたり
資料を請求して測量値を見てたりしてたらもっと太いじゃないかと。だから壊れる横須賀線まで行くっていうのがおかしい、それは事実ではないんじゃないかというような、まず訴えを出しました。でさらに対策対案を出せというふうに言われておりましてですね、いろいろ調べたんですけども、隣の逗子市にこういう岩をですね保存した施工例がありましてですね、まず早急にこう共同調査をしたらしてですね、ひび割れをひび割れを助長するようなその樹木の根が生えるのを防ぐだとかですね、この亀裂に対しての修復をすればいけるんじゃないかなというところ、あともし強度が構造強化必要な場合にもそれなりの処置をした例があるので、でそれを対策をしてくれというふうに今訴えています。で現在の状況なんですけれども、市の方ではあくまでも危険だからということでですね、通行止めに今しております。で我々はひびが入っているのは事実なんですけれども、通行ができるように必要な処置をして早く通してくださいという訴えをして、今ちょっと膠着状態の状態です。で、これが調査結果ですね。でこの調査結果なんですけども、国道とかその高速道路とかのトンネルをの点検基準なんですが、でそれをそのまま当てはめて危ないというところが今おかしいんじゃないかなという話をしております。でこれ最後になりますけども、私たちのこの懸念なんですが、先ほど渡辺さんがお話になっていたこの守られた森なんですけども、これが4メーター道路を真下にこう作ってですね、この下に道路をこう開通することなんです、することを進めていくんですけども、こういうふうにしたいんだろうなとというのを懸念しております。これは一つのトンネルなんですけども、これで際限ない都市開発を進めたいという抜け道を作る抜け道を探して、際限ない都市開発を進めようという資本に対する歯止めの一つの象徴かなというふうに考えて、僕も力を入れてその話を運動に進めていきたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では質問コメントありましたら、はい、どうぞ。斉藤と申します。鎌倉は土日になると車で、はい、もう移動ができないぐらいの状況ですよね。はい、市民の方はそのために道路を作るべきだとか、そういう議論があるんですか？この道路は車が入る道路とその歩行者の道路は別です。で車に対しての渋滞対策は何とかしろという話はあるんですけども、景観をぶっ壊し壊してですね、道路をボンボン作れという話は僕は聞いたことはないですね。確認ですけど、ここは市は車を通すために通そうとしてるんですか？はい、そうですね。ですからバイパス効果はあるわけですね。バイパス効果は今つながってないからないんですけども、はい、もしこれがバイパスになったら4メーター道路のところに、はい、トラックもどんどん入ってくる、抜け道にされるのは懸念はしてます。はい、わかりました。よろしいですか？はい、一つ確認なんですけど、4月に閉鎖してブラタモリが2週間前ですよね。はい、その時も収録は閉鎖前だったんですか？すみません、ちょっと誤解を招いたようですけども、ブラタモリの収録は別の場所です。あ、別の場所ですか？はい、でこれは同じようなこの岩の地層の庭が珍しいなと言ってるので、引用させていただきました。はいはい、ですから、ちょっとそれはここはそもそも、ここは違います。通れなくて、今見れないというかですね。はい、今は私、分かりました。はい、ここは見れません。はい、あと一つぐらい。はい、どうぞ。神村です。一つは、行政と議会が改革の方向でいるのに対して市民全体としてはどういうふうな反応にあるのかという問題と、それからこれを残すその理由として楽しさということをおっしゃってましたが、それだったらやっぱり弱いような気がするんですね。その道路の持っている歴史的な意味と、それが鎌倉市の中にあるということの意味の
意味付けをもっと強調されたほうがいいんじゃないかという気がします、ね。短い、まあ、署名を、まあ、集めておりまして今1万5000人ほど集まっております。まあ、そういう意味で残したいという声をですねもっと届けていければと思います。で、あと魅力については、まあ、この岩肌 の楽しさということを言ったんですけども、とにかく、まあ、風情があるという話も含めてですね、鎌倉らしい景観の景観というか、まあ、これが貴重なのは駅のすぐそばにあるというところだと思っております。で、そういう内向き の壊れるからだとか車をもっと通したいだとかですね、という声以前に自分たちが誇れる風景だというのをもっと訴えていければいいのかな。まあ、確かに弱いかもしれませんけども、便利さに比べたらば負けるのかもしれませんけども、そういう共感してくれる人を増やしたいなと思っております。はい、ありがとうございます。では時間の締めで。